バーリはイタリア共和国南部の都市で、その周辺地域を含む人口約32万人の基礎自治体。プッテア州の州都であり、バーリ県の県都である。アドリア海に面した港湾都市であり、東地中海の国々と広範囲な貿易を行う商業の一大中心地である。サンタクロースの元となった聖人ニコラオスゆかりの地として巡礼地ともなっている。 日本語文献では、バーリのほかバリとも表記される。バーリは、バーリ県北部地域にある、アドリア海沿岸の都市である。アンドリアから南南東へ、約5 0キロメートルターラントから、北北西へ約7 9トルブリンディジから北西へ1 0 5キロメートルナポリから東北東へ、約2 2 0トル首都ローマから、東南東へ、 約3 7 4トルの距離にある。隣接コムーネ隣接コムーネは以下の通り。バーリの旧市街は岬にあって、新旧の港を分けている。ここに、サンニコラ聖堂と大聖堂という二つのロマネスク様式の教会がある。隣接する平野には新市街が広がり、1924年創立のバーリ大学がある。バーリは古代には、 バリウムと呼ばれた。元は古代ギリシャの植民都市で、後にローマ帝国の商業の中心地となった。その後はランゴバルド族、東ローマ帝国の支配を受けた。1071年、ノルマン人によって征服されたことで、東ローマ帝国の南イタリア支配が終わり、12世紀前半に成立したシチリア王国の統治下に置かれた。 第二次世界大戦中はイタリア海軍の主要な基地となったが、1943年9月には連合国軍に占領された。同年12月2日にドイツ空軍によって空襲が行われ、港湾施設などに多大な被害を受けた。サンニコラ協会サンニコラ像バーリの守護聖人はサンタクロースの元とも言われるミラーのニコラオスである。イタリアでは彼を一般に、 ミラのニコラとは呼ばず、バーリのニコラと呼ぶ。ニコラオスの普及帯はバーリに置かれている。ニコラオスは3世紀から4世紀にかけて小アジアのミュラで大主教を務め、多くの奇跡を表したとされ、聖人とされた。普及帯は初めミュラに置かれていたが、小アジアがイスラム教徒によって征服される混乱の中でバーリの船乗りによって持ち出され、1087年に、 バーリのサンニコラ教会に安置された、スベボジョスベボジョありがとうございます。